さあ始まりました、少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。というわけで今回の動画は、はい、お悩み相談をしたいと思います。 DM でですねお悩みをいただいたので、それに答えていきたいと思います、はい、思います。じゃあ早速、はい、もらったメッセージ読みたいと思います。はい、はい、翔さん、りょうさん、こんにちは。こんにちは。相談したいことがあって DM させていただきました。僕は社会人2年目の会社員です。今、好きな人がいるのですが、それは僕の上司です。その方は30代でとても優しく、時に厳しく指導してくれるような尊敬できる男性です。実はその上司にはゲイであることもカミングアウトして、体の関係も一度だけあります。しかし最近になって結婚していることが分かりました。仕事中指輪をしていない方なので気づいていませんでした。既婚者の方とこのような関係を続けてはいけないと分かっていますが、好きな気持ちは抑えられません。やはり諦めた方がいいのでしょうか。長文で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いしますっていうメッセージをいただきました。はい、どうよ。どう、このドラマのような相談、そうだね、正直どう思う？正直、うん、結構、うん、もし自分とかだったら、うん、あの次へ次へを行ける人なので、あのもし可能性がちょっとでもないなとか思うと、うん、結構諦めも早かったりするから、あーなるほどね、案外平気だったから、うん、あんまりそういう経験はしたことないんだけど、うん、あ、じゃあ翔ちゃんはもう、この人には結婚してる方がいるんだって思ったら、あ、じゃあもういいです、うん、じゃあ次違う人探そうみたいな感じで、うんうんうん、すぐ切り替えができるタイプだね、うん、なるほど。まあ一番あれなのは、その本人に聞くのが早いと思うけど、聞いてみたらいいと思う。あ、なんて聞くの？どうしてくれんだ。そんな喧嘩越しなの？いや、本当にそう、本当にそう、どう責任取ってくれるのっていう話じゃん。あ、責任問題。そうだよ。あ、そういうことね。でもどうせね、うん、分かるの。なんかそういう 上司とかも何も考えてないの、うん、あ、正直、うん、なんかもう本当によく言うじゃん、なんかもう、うん、せんべい食べてるとか、お、あのみかん剥いて食ってるぐらいな感覚なんだよ。あの上司からしたら。だからそんなノリで、その後輩くんとやっちゃったってこと、うんうんうん、ああ、そう。だから特に考えてないと思うから、まあ、その可能性は大いにあるよね、まあ、で、それで、うん、そんな人にさ、されてさ、うん、気持ち、なんかその人でさ、もう何考えられ、もう考えて考えて眠れなくなるって、なんかちょっと損じゃん、あ、ある意味確かにね、うん、とかだったら、もう、うん、聞いちゃえば早いんだけど、まあ、うん、それが一番手っ取り早いかなとは思うかな、うんうん、俺は。じゃあ例えばその上司から、うん、いや君との関係は続けていきたいんだ、うん、って言われたらどうする？あとは自分の気持ちじゃない。それで続ければ、続けたかったら続けたらいいと思うし、うん、ちゃんと別れたり、別れる、付き合ってもないのか分かんないけど、別れて、うん、新しい人見つけるなり、うん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 、でもいいと思うし。なるほどね、うん、でも俺が思うのは、はいはい、結局その相手の上司の方が、うん、奥さんと別れない限り、うん、そこでけじめがつけられない限りには、うん、その二人の、うん、その後輩君と上司の関係は、うん、もう実りは必ず 100% ないから、うん、それはやめた方がいいと思うよね、うんうんうん、確かに、うん、だからその関係をちゃんとけじめをつけてね、しっかり整理できるんであれば続けていいと思うし、うん、それができなければ、うん、もう次の新しい恋に向けてね、はいはいはい、シフトチェンジするのが一番かなと思う。少量って言ってんだろ。はい、
というわけで、はい、まあ僕たち二人なりの結論は、こちら、で、その上司がけじめをつけられなかったら、即、別れてください。いいかな、言っちゃって、その子。でもまあ本当にそういう、うん、そういうもんだと思う。だってもう不幸になっちゃうもん、いろんな人が、けじめがつけられなかった。そうだね。うん。それでいいと思う、うん、俺は、うん。で、その上司も、ちゃんと自分に向き合ってくれなかったら、そういう人なんだと思って、うんうん、もう自分には合わない。そうだね。自分のことを幸せにしてくれないと思って、次の素敵な方を見つけるのがベストだと思う。そうだね。うん、割り切って。割り切って。はい。はい、と思います。終了。はい。というわけで今回の動画は、お悩み相談をやってみました。いかがだったでしょうか。なんか僕たちのね、独断と偏見の、そうだね、あの、勝手な意見なので、参考になるかどうかは、怪しいですが、怪しいです。はい。もし参考になればいいなと。うんうんうん、もう自分の正直に言って、うん。そうね。言ってくれ。自分が主役。うん。ね、見ている方でね、うん、こういう相談乗ってほしいとかいう、うん、あの方がいたらぜひぜひコメント欄、うん、あとはインスタ、はい、ツイッターなどの DM で送っていただければと思います、はい、はい。では今回の動画が面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。ひょうにょ、え、社内恋愛とかしたことある？ないないない。あ、ないんだ。ないない。誰好き誰好きになるのえ、クラスメイトとかは？学校。恋愛でしょ？そうそうそう。恋愛はない。あ、ないの？ない、 ない、 ない。同級生とか好きになったりしないの？同級生はね、ないんだよね。じゃあ誰好きなの？年上。あ、うん、あ、そういうことか。うん、あ、好きになる対象が年上、うん、たまたまだけどが多いってこと、うん、たまたま。どうよ、何が、もしさ、うん、超かっこいいイケメンで優しい先輩が、はいはいはい、職場、まあ、例えば今の相談の話みたいに職場にいました、うんうんうん、好きになる？ならないと思うな。なんでなんで？職場の人は多分基本そういう目で見てないかも俺は。逆にさ、告られたら、翔ちゃん可愛いねっつってちょっと意識はするよね、やっぱね。意識する。うん、うん、あ、で、それでさ、なんか意識し始めてさ、そうだね、あの、あ、この人いいかもって思ったら実は既婚者だったみたいな、うんうん、なんで好きって言うんだよってなるよ、結局やっぱそりゃそうだ、やっぱそうだ、そりゃそうだよね、そりゃなるわまあまあ、そうなん、それはな、うん、結果ね、そう、うん、相手に求めろっていう話。そうね、はい。